定するとほらこのように硬くなります、はい、そしてスマートフォンですね、ちょうどいいあたりにですねこのように固定をして、こんにちは、ロニプーです。今回ですね、ベンダーサムで商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。はい、自転車、オートバイ用のスマホホルダーになります。取扱説明書。ハンドルに取り付けるマウント、ハンドルに取り付けるゴムですね、取り付ける時のゴムと、それからレンチですね、六角レンチ、付属してます。スマホホルダー本体になります。この横にあるやつですね。これをこういう風にすると開くことができます。ここにスマホをですね、セットして、そして閉まると。緩めていただいて取り付けると。そして、ドックすると。で、まあ、ハンドルってこうなるので、こういう風にハンドルに取り付けたときに、ここを緩めると、こう回転ですね。いろんな方向に回転することができるという優れもののホルダーになっています。はい。ちょっと実際にね、スマホを取り付けてみたいと思います。iPhone をですね、セットしています。はい。で、もうセットするだけでこれロックがかかって、このように引っかかります。はい。簡単ですよね。外すときは、この後ろの部分ですね、この後ろのレバー、後ろのこのレバーのところですね、ロックスをパチッとすると外すことができるという優れものです。スマートフォンをセットするだけ、セットするだけ。はい、このように。はい、もうこれでセットされました。ゴムが付属してますので、このゴムの方でですね、固定をしていただくということですね。はい。ゴムで固定をしておくと。これによってですね、落下防止ですね、万が一の場合の落下防止。っていうことができるようになっています。しっかりと固定されました。はい。それではですね、実際に、オートバイの方にですね、取り付けていきたいというふうに思います。付属のですね、ゴムの方ですね、こちらの方を巻いて、固定するということになってますので、ちょっとこれをね、入れておきたいと思います。そして、通します。はい。こうですね。はい。よいしょ。誰でもできます。だから今ここにつけてますけど、ここにもですね取り付けようということはできると思います。ちょっと後ろ飛び出てるんで、こういうところはちょっと無理かもしれないですけど、ここに取り付けたりここに取り付けたりっていうのはできるかもしれないですね。この緩めた状態で最後にですね、ここを回してですね、反対か、固定するとほらこのように硬くなります。はい、そしてスマートフォンですね、ちょうどいいあたりにですねこのように固定をして、そして、落ちないようにですね、落ちた時の命綱としてですね、このラバーを、取り付けるという感じですね。はい、いいんじゃないでしょうか。ここにつけてるスマホアダプターはもう角度が固定なんですけど、これは自由に角度を調整することができるので、とてもいいんじゃないかなというふうに思います。パチッ。そして、パチッ。これで OK。外すときは横、サイドのところをもう一度押します。そうすると取れます。そしてまた、OK。そして、命綱のゴムですね、はい、万が一の落下防止ということで、でもちなみにですね、これね、絶対ね、落下すると思うんですよ、はい、だから必ずこのゴムはしておいた方がいいと思います、ほら、これは落下する可能性がとても高いと思います、はい、で、今、この分厚いケースをやってます。これでも引っかかることができるんで、いいんじゃないでしょうかね。はい。ちなみにケースなしだと、この状態ですね。この薄さですね。この状態で、はい。うん。
ケースなしの方が安定してる感じはしますね。はい、こう、はい、そして命綱、命綱、はい、いかがでしょうか。いいんじゃないでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。